1着、3番、ジョニーズララバイ、2着、7番、トップウィナー、3着、4番、リネンワンライン、カメラ、谷口健二、写真を拡大21日の中京 6R、新馬、芝。1400m イコール10頭立て、は、ジョニーズララバイ、オス、父マンハッタンカフェイコール立頭、音なし秀高厩舎、が、直線の競り合いを制して一番人気の指示に応えた。勝ち時計は1分23秒6、序盤は中段のインから。前半サンハロンが35秒9の遅い流れで、3コーナー過ぎでは馬群の中から2番手まで押し上げた。最後は内から抜け出して、トップウィナーと長い直線の叩き合い。一度は前に出られたが、差し返す形で首させり勝った。イルコ・デ・ムーロ騎手は、性格のいい馬。スタートが良くて、その後も落ち着いて運べました。馬の後ろで折り合いも問題なかったけど、少しペースが遅かったのでコーナーに入る前に動いていきました。最後までよく伸びてくれましたね、と笑顔。半径にはファルコン S を勝った高速ストレートが降り、両決の初戦を飾って胸を張った。2着には4番人気のトップウィナー、和田隆二騎手が入り、3着は8番人気のリネンワンライン、松若風魔騎手だった。